ターナのハッチュワールド始まるよ。皆さんこんばんは、ハッチュワールドのターナです。いやー、連日ね、暑い日が続いてって、あれ、これってもしやドラゴンクエストに出てくるガメゴンロードでは。ちょっとね、近づいて、開けて近づいてみましょうか。魔法カンタ。おーっと、いきなり魔法カンタを唱えてきましたね。やはり間違いなくガメゴンロードだったようです。見てください、この強靭な甲羅に覆われた体。これでは呪文が効かなければどうやって体力を削ったらいいのでしょう。困りましたね。って、何がガメゴンロードやねん。お前舐めてると、はぁ、やっちゃうのこの野郎。ね、ドラゴンクエストを知らない方は本当に全くわかりませんよね。でも本当にね、なんかこの格好がね、ガメゴンロードというね、モンスターにね、すごくね、ちょっと似ていたので、普段こんな格好あんまりしてなかったんですけどね、ちょっと面白かったんで、やっちゃいました。まあ、ガメゴンロードはね、さて置いておいてね、ここ最近ね、春彦さんがね、なんかあんまり食欲がないんですよね。で、もしかしてと思ってね、最近ちょっと暑いからね、私、バスキングライトを切ってたんですけどもね、バスキングライトを切ってたのはね、どうやらちょっとね、間違いだったような気がしますね。まあね、うちの部屋は25度から20、最近はちょっと27度までね、上がっちゃったりするんですけどもね、この春彦さんたちにとってはね、それぐらいがね、ちょうどいいような感じもしますね。で、ちょっとね、さらにね、やっぱりあったかいとこ、あ、今ちょっとここ脱皮中ですね、橋がね、まあ、さらにね、ちょっとやっぱりね、だいぶ暑いところもね、用意してあげた方がね、こうやって気持ちよさそうに日光浴してるんでね、その方が調子がね、どうも上がるみたいですね。まあ、やっぱり人よりちょっとね、暑い方がいいということですね。たまにね、こうやってね、外に出たがってるような素振りを最近なんか見せるんですけどね。なのでね、ちょっと開けてあげることにしました。そうするとですね、逆におとなしくなります。出たかったんとちゃうんかい。知らんしみたいな顔して。いや、でもね、この春彦さんなんですけどもね、割とね、私はね、飼い方がね、そんなに難しくはないとね、少し感じているんですけどもね。でも一応ね、そう感じるにはある程度のね、状況が必要な気がしていますね。まあ、飼育環境としてはね、こういったちょっとね、全身が浸かる水入れと、まあ、あとはね、大きなケージですけどもね、まあ、それは皆さんね、わかると思うんですけどもね、一つだけね、意外と見落としがちなね、ことなんですけども、ケージのね、位置ですね。まあ、位置というのはね、高さのことなんですけど、今ね、この春彦さんがね、いるところはね、だいたい地上から1メートル20ぐらいあるかな、ぐらいのところに設置してありますね。もしかしてですけどね、床に置いてあるケージに入れると、多分ね、あんまりね、落ち着かないような気がするんですよね。うちではね、つなぎトゲオイグアナをね、飼ってるんですけどもね、その子がね、
どうしてもね、うちのちょっと事情で、床からの作ってあるケージにいるんですけどもね、もうずっとね、バタついてね、ちっちゃい頃から。全然落ち着きがないですね。でもこの春彦さんはね、ずっと落ち着いてるんですけどね、めっちゃ睨んでるけど。それはね、飼育ケージのね、高さにもよるのではとね、最近思い始めましたね。ちょっと前にね、大食いイベントを春彦さんやった時にね、下にね、下ろそうとしたらね、全然ね、降りなかったんですけどね。それはやっぱりね、下だとね、落ち着かないみたいでね。この、やっぱり上の高い位置っていうのがね、どうも落ち着くようでね。なので、もし落ち着かないとなるとね、いろいろ、ご飯をね、食べにくかったりね、いろんな不具合が出てきますのでね。まあそういったことで体調を崩したりね、飼育の難易度がね、ちょっと上がってしまうのでね。やっぱりこうやってね、高いケージっていうのがね、ちょっと見落としがちかもしれませんがね、大事だと私は思いますね。ただね、なんかここ最近はね、なんか餌、まあ特に野菜はね、なかなか食べなくなっちゃいましたね。ただね、野菜は食べないくせにね、虫となるとね、もう全然この通り、もう即食いですね。もう眠そうな目しててもね、カッとね、目を見開いてね、食いついてきますからね、もう全然違いますね。ちょっとくちゃくちゃが長いんで早送りしますね。本当に長い間くちゃくちゃしてましたね。最後にね、ちょっとした事件がありましてね、これですね。いつものようにね、なんかケージの中からね、出せ出せしたのでね、ちょっとね、まあどうせ出てこないだろうと思って開けてあげたらね、出てきちゃいましたね。ただね、出てきた割にね、何かするということもなくね、やっぱりね、下にね、降りるのが怖いのがね、この高い位置はいいみたいなんですけど、まあでも多分、なんで出てきたかというとね、私がね、まあこの下でね、ご飯を食べてる時に出てきましたね。で、よく思い出すとね、やっぱり私がご飯をね、食べてると、何か出せ出せってやってるような気がします。で、結局ね、出てきた割にはね、5分間ぐらいね、ずっとこの調子でね、この場からどっか飛んでね、動いたりということはなくてね。まあ、なのでね、まあ、ケージに帰ってもらうことにしました。春彦さん、何がしたかったの？もう帰ろうか。ねえ、春彦ちゃん、帰るよ。帰らんの？いや、何がしたいね。春彦さん、帰るよ。いざとなると帰りたくないのか。でもね、こうやってこの高い場所ならね、こうやって掴んでもね、割と大丈夫ですよね。下の方で掴んだらめちゃくちゃ暴れてね、床のところで掴んだらめちゃくちゃ暴れて、ものすごい引っかかれたんですけどね、ここでは全然落ち着いてね、やっぱり高い位置だと落ち着いてるみたいですね。はい、自分で帰っていきましたね。チラッと見た。はい、こんな感じでね、やはりね、オカケトカゲはね、高いところだと落ち着くということですね。なのでね、もしかしてね、今からオカケを飼いたいなって思う方がいたらね、高いところにケージを設置するのをおすすめします。まあ、こんな感じでね、今回は終わっていきたいと思います。ではまた、よかったら見てください。バイバイ。